どうも、くにさんです。今回の動画なんですけども、今現在私がいるところはですね、羽田空港第1ターミナルの方に来ております。前回の動画でね、羽田空港食べログトップ10のね、第10位から第6位までのお店をねご紹介したんですけども、今回はね第5位からね第1位までのお店をね皆さんにご紹介しようと思っております。まだね前回の動画で第10位から第6位までのねお店ご覧になってない方はですね、ぜひねご覧になってください。それではね、まず第5位のお店の方からご紹介していこうと思ってます。それではね、お店の方行ってきます。はい、次のね食べログ第5位のお店はですね、こちらになります。羽田寿司工さんになります。こちらはね銀座寿司工さんの姉妹店になるんですね。それではね、店内の方入っていきましょう。第4位のお店はですね、こちらになります。ニューノーカバーガーさんになります。それではね、ハンバーガー買っていきます。はい、買ってきました。クラシックチーズバーガーにトモコーラとフライドポテトの B セットをつけました。しっかりと焼いたバンズにトロトロなチーズがうまそう。中身のハンバーグも結構な厚み、ポテトもいい色してますね。今回私が初めてお目にしたトモコーラ、このコーラは調香師トモさんという方が2018年の夏に立ち上げた元祖天然クラフトコーラのブランドとのことです。世界中のスパイスやハーブ、日本の珍しい和のハーブ、防腐剤不使用の国産柑橘類、そしてきび砂糖を使用、 100% 天然由来の無添加とのことです。それではいただいてみましょう。味の感想は、アメリカらしい肉肉しいハンバーグパティが旨味がっつりで美味しい、そして濃厚な味のチーズでうまさ倍増、アクセントになるオニオンの食感と甘みが全体のバランスをまとめてくれます。そしてバンズもふんわりしつつ焼いた香ばしさもいい、これはうまいハンバーガーですね。次はフライドポテト、厚めなポテトなのでホクホク感がたまらない。味もしっかりしていて周りはサクサク、これは美味しい。最後にトモコーラ、飲んだ最初の印象としてはシナモンとクローブの香りが強烈、2つのスパイスの香りがガツンときます。味わいは想像よりもまろやかですけど、飲んだ後にピリッとした唐辛子の刺激が訪れます。スパイスの強さを柑橘類がカバーしてくれるので、スパイスがちょっと苦手って方も飲めそうな味わいです。簡単な言葉で言うと、さっぱりスパイシーコーラですね。
斬新で美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、次はね、第3位のお店になります。第3位のお店はね、こちらになります。うちの卵屋さんになります。朝食でね、とても人気なお店ですね。それではね、店内に入ってね、料理ご紹介していこうと思います。次は第2位になります。第2位のお店はね、こちらになります。はい、天ぷらの天正さんになります。こちらですね、昭和12年創業のね、老舗の天ぷら屋さんになります。目の前にですね、メニューの看板があるんですけども、真ん中と上はね、天ぷらのコースですね。で、今回はね、この一番下の方にある特製天ぷら2530円ですね、こちらの方をね、食べていこうと思います。こちらね、1日20食限定の天丼になります。楽しみですね。第1位なんですけども、第1位はね、ひと品屋さんになります。こちらのお店はですね、第2ターミナルのね、2階のですね、制限エリア内の方に、ね、あるお店なんですけども、現在ね、臨時休業中ということで、まあお店の方ね、店内とか料理ね、撮影することができません。1位はね、撮影したいなと思ったんですけども、お店やってないのでね、ダメでしたね。こちらのお店はですね、朝ごはん、それとラーメン、それと丼という形でね、3つの種類でお店がね、分かれてるような形のお店です。こちらのお店の方にね、行ったことがある方、料理の方ね、こんな料理だったよ、こんな味だったよっていうのね、知ってる方いらっしゃいましたらね、コメント欄の方に書き込みしていただけるとありがたいです。第1位はね、ひと品屋さんでした。はい、これでね、今回の動画は以上となります。今回の動画いかがだったでしょうか。今回はね、第5位から第1位までのね、お店をご紹介いたしました。どこのお店もね、美味しいのでね、ぜひね、皆さん羽田空港を利用する際はですね、今回の動画のね、5軒のお店参考にしましてね、お店行ってみてください。それでね、すでにもう動画の方は掲載してるんですけども、第6位から第10位までね、そちらもね、食べログトップ10として動画をね、掲載してますので、そちらの方もね、いろんなお店載ってますので、そちらも参考にしてみてください。それで今回の動画の撮影でね、一番私がね、良かったなって思うことはですね、やっぱり CA のチャンネル可愛い。
今回の動画がね参考になったと思いましたら、グッドボタン高評価ねよろしくお願いいたします。それとねチャンネル登録の方もですねよろしくお願いいたします。それではね次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。